楽しみにしててください。今日は赤羽と予想してみるおお、どうでしょう。イルミネーション見れてよかったね。昨日ね、サイレント最終回だったんですけど、その前にひな子と一緒にツリーサイレントのイルミネーションというか、なんかツリーがあって、でたまたま昨日その辺で2人で用事があったので行ってきました。昨日もね、最終回本当に終わったんですけど、最終回でなんかもうとってもでもね、良かった。なんか本当になんて言うんだろう、ハッピーエンドで良かったです。私が望んでいたハッピーエンドで良かったです。本当にね、なんかすごいキュンキュンした。でも毎週の楽しみがなくなっちゃうって思うと悲しいです。もう一週見ようかなってくらい好きなドラマに会えました。みんなも見てね、本当に見てほしい。見てほしいです。こんにちは。今日寒い寒いね。今日なんかさ、もう外出たんですけど寒いね。天気いいのに寒いっていうね感じで。チューチャンネル楽しみ。チューチャンネルは私出る予定ないですけどチューチャンネルはしばらく出る予定はないです。まあ撮影してないからね。自分のチャンネルは毎週出てます。見てください。風強いんだ今日。やだな。今日の朝もあの M1 の2019年を見てて、やっぱかまいたちさん面白すぎて最高でした。あとは私の好きなネタは何だろう、全然考えないで喋ってた今。でもね、意外と末広がり図とかも好き。え、雪降ってる？嘘。どこ？
それはあれですか、雪国北海道とかですか。こっちは降ってないですよ多分。でも今日の最低気温0度、今日じゃないか、今週がいつかの最低気温0度ってなってた。寒すぎる。まあ明日と明後日ね、クリスマスなんで、明日か、主に明日クリスマス。髪もぎしのぶさんみたいな感じになってきた。え髪型？髪色ってこと？髪？髪型は全く違いますけど。もぎさん今金じゃない？可愛いよね髪色。AKB に入ってなかったら何してんの？わかんない。何してんだろう。年末ジャンボ宝くじ今日までらしい方。え、昨日めっちゃさ並んでた年末ジャンボ。え、今日までなの？え、買いたいんだけど。買おうかな、なんか当たる気がする今年でもそう思った時に買った方がいいらしいけど、私毎年なんかこんなこと言ってるわ。今年なんか当たりそうみたいな。当たりそうだな。買わなきゃ当たらない。そうなんだよね、買わなきゃ当たらないけど当たっても、あ、じゃあ買っても当たるか分かんないっていう。一等当たったら AKB やめますか。別になんかお金が欲しくてAKB やってるわけじゃないんで。お金がめちゃくちゃ欲しかったら私は何してるかな逆に。なんとか分の1らしい。すごいね、すっごいわ。すごいな。でも当たってる人がいるってことだもんね。周りにも絶対いると思うけど誰にも言わないしね。当たっても、私はでもマジで誰にも言わない。誰にも言わないけど、あのすごいめっちゃおごったりすると思う人に。いやいいよいいよ、もう今日は出すからって言ってカッコつける。でも別に宝くじが当たったなんて一言も言わない。自分で稼いでますけどみたいな顔しといて、あ、ちょっと最近さ舌が肥えていいとこ行きたいんだよね。あ、でも全然大丈夫、出すから出すから出すから、いいよいいよいいよ、こっちだって稼いでんだからって言ってみんなにおごるだから私がみんなにおごる、すごい誰にでもおごるようになったら、あれ、なんせ宝くじ当たったのかなって思ってください。でも人生で1回くらいはなんかもう10万円とかでもいいから当たってほしい。10万円
急にブランド品身につけたりしない。ブランド品あんまね、なんか、うん、ブランド品買うんだったら、世界一周とかしたいな。そっちの方がしたい。それか、めっちゃいい家を建てる、自分で。規模にもよるけどね、その当たったお金。1000万円だったら、何するかな。宝くじ売り場の画面に赤い文字で高額当選って出るとびっくりする。考えらんないわ。なんかいざ当たってみないと実際何するか。みんなは推しに貢ぐ？なんだろうな。車も欲しいけど、まあ免許を取ってから車欲しいかも。めっちゃかっこいい車。ピザ窯作りたいわ、家に。家にサウナつける。おー、いいね。でも家にサウナつけても絶対なんか、いやでも、どうだろうな。露天風呂とかの方がいいかも。友達の家100万円当たったら町内会の掲示板に調子乗るなよって書かれて大変そうです。かわいそう。行っちゃったんだ、100万円当たったって。買おうかな、年末ジャンボ。でも今日最終日だったら絶対並んでるよね。3億当たったら会社辞めて豪遊しますね。3億当たったらな、確かになんかなんかしたいな。いいね、なんか年末っぽい話。宝くじって年末っぽい話。10億当たったら吉川さんに3億、3億くれるんですか。嬉しい。待ってます。こんにちは。年末ジャンボなかなか当たらないよね。いや、当たんないでしょ。なかなか当たったら逆にね、ありがたみがなくなってしまうし。あまりアメリカでは3000億当選した人、あり一括で10億に29年収。ああ、なるほどね。そうなんだ。
連番がバラどっち派？あバラでしょ。バラでしょ。今日 YouTube 公開されるのでみんな見てください。そうストーリーに載っけたんですけど、ヨーグルトに今ハマってて、ヨーグルト美味しい。あれ友達が教えてくれて買って食べたら美味しくて、それからほぼ毎日食べてる。ロト6を買うときは自分と何歳の誕生日を絡めるかわいい。フルーツサラダヨーグルト食べたことない。あれ本当に美味しいよ。なんか甘くて食べやすいです。髪の毛ずっと触ってるやん、ごめん。吉川家のクリスマスケーキはおいくら前ですか？逆にクリスマスケーキってそんな高いやつあるの？あるか。いや私はいつも、チョコケーキが好きなんでチョコ頼んだりするんですけど、でもチーズケーキも好きだし、なんか最近はホールケーキよりもあのちっちゃいケーキ、一人用のケーキあるじゃん、あのカットされてるあれをあの何個か買ってみんなで好きなやつ食べるっていうやつの方が多いかも。そっちの方がさ、なんかそれぞれみんな好きなものも違うから家族でよくないってなってそうしてる。まあでも見栄え的にはねホールの方が可愛いけど。そういう時は私はあのなんだっけ、ミルクレープとかチョコケーキ、そう私が好きなケーキはですねミルクレープも好きだしチョコケーキも好きだしモンブランも好き、モンブランも好きだし、なんかフルーツがいっぱい乗ったやつも好き。みんなは好きなケーキある？あ、あとあのなんかさ名前わかんないんだけどメレンゲみたいなさケーキあるじゃん、たまに。それも好き。ケーキあったらとりあえず顔面つける？つけない？ピスタチオのケーキわかる、好きだわ。ショートケーキ、あショートケーキ意外と人気なんだ。最近表参道の台湾カステラの黄色白白にハマった。なんてやばなこれ。3周回っていちごショート。最近はクリボッチなのでコンビニケーキとチキンです。わかる、美味しいよねコンビニのケーキとチキンって。
めっちゃわかるわ。ザッハトルテ、食べたことない。え、あるかな。いや、ない。木の切り株みたいなの好き。あ、なんだっけあれ、え、なんて名前だっけ。あるよね、名前忘れた。え、ケーキに合う飲み物と言ったらコーラだよな。えー、違うよ。私はあったかいお茶一番合う。コーラはね、あの、まあチキンとかに合うかな。マックとか、マックの時はいつもコーラ。コンビニチキンはマジで太るよ。だって今太ってる人を連想させて言ってみためっちゃ失礼。この方太ってないかもしれないけど、でも太るよって言ってるからコンビニチキンはマジで太るよ。プリン美味しい。お腹すいたな。ごめんごめん、いや私が勝手に、逆にごめんなんだけど太ってても声高い人いるよ。確かに確かに。私はなんかあの、なんかアニメのすごい太ってる、何でもこう食べるキャラクターいるじゃん、たまに。それを今想像して真似した。しんちゃん、しんちゃん、しんちゃんはひなこだって。ひなこが得意だから。私はぼうちゃんの方がまだ得意。めっちゃ偏見。ぼうちゃん、昨日もひなこに会って、うん、え、一昨日くらいもね実は会った。あ、一昨日の1日前だ、3日前だ。もうひなこに会って一緒にご飯食べてずっともう 3,4 時間ずっと話してた。最初になんか ご飯行く前に、え、ちょっとカフェ行きたいねってなって、なぜかで、カフェで1時間くらい話して、でその後ご飯食べに行って、そこで3時間くらいずっと話してて、超仲良し。今も連絡取ってる、ずっと。なんかメンバーといる時何話してんのってさ、たまに聞かれるけどさ、なんか何話してんだろう、なんかこんな話してんのに何話してるかなって思い出すと、え、なんだろうってなっちゃうくらい、まあいろんな話をしてたりしますね。あ、今日雫か。そうだ、あ、ひなこも雫出るわ。そうだそうだ。こんにちは。ヒーナーのセーター見に行ったけどスピーチでお腹よじれました。え、そんな、そんな、私結局あれ DMM 見てないわ。そんな、私お手紙書いたんですけどね。ヒナコにお手紙書いたの。
めっちゃ感動する手紙書いた。ひなかもきっと泣いてただろうな、あれは。あ、めっちゃ韓国来た。めっちゃ韓国語わかんない。お手紙って自分から書くの、相手に頼まれるの？なんかスタッフさんとかが仲いいメンバーに声かけて、サプライズなの一応。だからみんな誰の手紙かはちょっとわかんないっていう、ね、お手紙よかった。あ、本当？感動しました。最初さ、ひなこにバレないように書くか迷ったんだけど、でも別に隠す必要ないなと思って、最初からもう何も隠さず、吉川七瀬の自分の本当の気持ちで手紙を書きました。世田谷だいたい行きたいな。今一番行きたいところは世田谷だいたです。まあ、何があるのって言われます。あのサイレントの撮影地なんですけど、はい、本当にね、あの場所が出てくる、世田谷代田駅が。だから今きっとあそこにはたくさんの人がいますね。行ったことないな。通ったことあるかな、わかんないけど。生誕のケーキって食品サンプルだよね。どうかな、どうかな。ラーメン二郎があるとこ、そうなんだ。え、てかさ、みんなに質問なんだけどさ、家系ラーメンと家系ラーメンって何？何が家系ラーメンなの？なんとか家がついてれば家系ラーメンってこと？え、家系ラーメンとさ、なんか二郎系みたいなあるじゃん、何が違うんですかあれって、わかる？家系、何が基準で家系なの？豚骨醤油でトッピングが決まってる？家系は鶏油を使ったラーメン。え？みんな言ってること違うんだけど。海苔が入ってたら家系。本当に？本当に？え、それもう大体じゃない？大体海苔。え、じゃあさ、トッピングで海苔つけるときは、それはもう家系になるってこと？特に決まってないのかな、もしかしてこれが家系だみたいな。じゃあ名前に家がついてたら家系ってことでいい？二郎系は野菜がすごいやつ。うちで作ると家系です。じゃあお店で食べたら家系じゃないじゃん、店系じゃん。豚骨醤油で太い
ストレート麺が家系ラーメン。あーなるほどね。家系ラーメンは、あ、豚骨醤油ベースで太いラー太いストレート麺を特徴とするラーメン。あ、絶対調べてくれたやん、ありがとう。そうなんだ。覚えた。家系ラーメンさ、初めて、そう、去年の年末に初めて食べて、もう美味しすぎて感動したの。それまでなんかちゃんと家系っていうラーメン食べたことなかったんだけど、めっちゃ美味しかったです。めっちゃ混んでる、めっちゃ混んでるラーメン屋さんが家系ラーメン、絶対違うでしょ。絶対違うって。ラーメン好きになってきた最近。昔から好きだけど、なんか特に豚骨好きだな。美味しいラーメン屋さんとかあったら教えてください。え、今度一人ラーメンしよう、 YouTube あげよう。じゃあそろそろ終わりにしようかな。と、じゃあランキング見ます。13位はエレメンツさん、ありがとうございます。12位はホアンさん、ありがとうございます。11位はケンツーケンジさん、ありがとうございます。10位はヒデちゃんさん、ありがとうございます。9位はショウちゃんとマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。8位はトシアとマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。7位はベレッタさん、ありがとうございます。あ、変わった？あ、変わってる。13位はケンツーさん、ありがとうございます。12位はホアンさん、ありがとうございます。11位はヒレちゃんさん、ありがとうございます。10位はショウちゃんとマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。9位はトシアとマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。8位はベレッタさん、ありがとうございます。7位はサトトモさん、ありがとうございます。6位はノリアとマークダンコナラレンジャーさん、ありがとうございます。5位は YSA73 さん、ありがとうございます。4位はタッチアットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。3位は佐々木、なんて読むのこれ、佐々木俊介さん、ありがとうございます。2位は猫トラメアットマーク40パさん、ありがとうございます。1位は鍋アットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ、良いお年を。